鉄目的地にいつ着くかな。掘りまくってたらいつまでたっても着かないな。まずは目的地に行ってみっか。なんだこれ。ああ、なんかいるな。うわわわわわ、気持ち悪い。なんだっけ、異生物相手に効果を発揮するという武器、なんだっけ。これか。ソルスティス。弾全然ねえな、でも。クリートストーカー。気づか、ああ、潜った。あいつ硬くね？はい。あれ？精度悪い。あんまり強くない。あ、こやつがいるなら大丈夫か。あ、なんだあれ。わお。え？もう弾なくなった。バスコツ戦技。こいつだけ硬い。パワーがもっと欲しいところではある。これって攻撃手段に使えるのか。あ、使えるんだ。へえ。え、じゃあこれ、弾減らないし、めっちゃお得だよ。で、鉱物も掘れるし。ある。あ、やべ、ガス出て。ガス出てても、多少なら。こういう風にダメージを食らうんだ。環境ダメージ。ああ、今のが。あ？化石化してんのか。この辺りを掘りたくば、もうちょっと耐久性のあるスーツ着ないといけないってことなんだろうな。これ射程、あ、射程意外とある。あ、いいわ、これ。さすがにこれは届かない。これ、ほれ、ほれ、ほれ。あ、これいいわ。雑魚キャラ狩るのは、こいつでいいよ。てか、なんなら、海賊もこれ使っとけばよかったな。さっきから上に表示されてる文字を見てなかった。環境ダメージを回復させんには、リラックスできる場所に行けと。あ、なんかある。これ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 。ホールアウトでいうところの5000ダメージみたいな。あっと、重量オーバー。やべ。いらねえ武器。アックスいらねえな。あと、改造グレンデル拾ったんだから、普通のグレンデルもいらねえな。この辺りは取っとくとして、ちょっとアイテム拾うのを少し。抑えようか。
はあの不明地点に行きたい。収集したアイテムは船に置いていけんのかな。なんだあれ、明らかに人工物。また海賊かな。これは太陽光発電か。ただの、あーなんだ、ドンパチやってる。観測プラットフォーム、なんだあいつ、テラーモーフ。ここにいたら攻撃届かんやろこいつ。ういだー、まさか登っ、あれあれ、あースタックしてる、スタックしてる。ラッキー。ちょっと怖えな。残像が、これ本来であれば秒殺されるやつかな。まあいいや、めっちゃスタックしてる。なんでこういう時に限ってお前はバスコア下がっていくの。わかってー、こいつこの武器が良くないまであるな。あ、なんだなんだなんだ、玉ねんだった。どうしよう。わわわ、あ、これダメージ食らってる。叫びで、こっち行ってみる。やれバスコ、お前だけが頼り。バスコダウンすることあんのかな。わわわ、あー登り上がった。ちょ、なんか バグり散らかしてね。頑張れバスコ、まだ半分もいってねえぞこいつ。バスコダウンすることあんのかな。あって、まあもったいない。ちょっと使おう。もうちょっとチャージ早くしてえな。あー、こっち来ないで。なんだこいつ、シャウトでも放ってんのか。ドラゴンボーン、あー、はい、これ俺俺俺、こいつ動きがワンパターンすぎん。あー、ごめんなさい。バスコ、バスコどこ。あぶね、あとちょい、お、オーケー、クォーク編成組織。ちょっとアイテム捨てんともうダメだ、ね、レベルアップしてたからスキルポイントが今2つ。よし、じゃあ戦闘に割り振っていくか。でもな、結構この辺こと細かくてチョイスが難しいんだよな。
あ、これ上からアンロックしていかないと下がアンロックされないと。リロード、高速リロード。レーザー。レーザーっていうのはこれ、カッターが含まれんのかな？あ、5% の確率でターゲット炎上。多分カッターであることを願って。で、こっちは？ああ、はいはい。ああ、なるほど。貝のランクをアンロックしてから、またそのチャレンジを進めて、かつポイントを持ってると次をロックできる。あ、ロックじゃねえや。アンロックできると。いうわけだ。ハンドガンも。まずは戦闘だ。あとそう。フラグはこっから装備できた。これどうやって投げんだろう。ちょっといらねえものも捨てて。フラグはどうやって、あ、投げちゃった。あ、出た出た出た。あ、危ね。オッケー。ん？バッシュ？バッシュソルスティス。また強化ピストルかな。つかテラーモーフって、あれやん。逃げたって、こいつのことか。こいつバグリ散らかしてなかったら倒すの厳しかった。ピストル、ピストル。レーザーピストル。レーザーピストルって、ピストルでもあり、レーザー武器としても扱われるかな。そっか、今、ソルスティス2種類持ってんのか。ただ、レア度で言うと、こっちがエピックか。まあそうだよな。異星生物へのダメージ 30% 増加だから、こっちの方がでかいわな。これは？銃のバッシュ。バッシュ時ってなんだ？あと、このカッターはというと、重火器？レーザー武器扱いじゃなさそうだな。毛布倒して、これ何あるんだ？てっぺん。双眼鏡。あ、ケースレスショットガン、薬。ん？代謝製剤。エアロック、これ入れるな。入れるけど大した建物でもない。何これ。はいはい。あ、いた。なんかレア物があるんじゃないのかい？あ、はいはい。酸素がやってきますと。え？なんか拠点に使えそうだけど。めっちゃ拠点に使えそうだけど。何これ？ジャケット？装備しよう。え、バーボンこれ。やだ、こんな、こんな、患者に飲ませるやつやん。チャンクスのワイン。チーズケーキ。ちょくちょく拾ってるこの食料品だけど、体力回復効果はあるみたい。この辺適当に食っても良さそうだな。持ってても重量食っちゃうしな。高く買い取る人がいんのか知らないけど。あ、え？ワイン飲んだら説得の成功率上がるんか。ミルク。ラー。若干の体力回復。スモークサー。コーヒーバッグ。これは？あ！あ、グレンデルか。
ダークラーク全部飯だ。アンプ、お、あら、これはこれどうやって開けるんだ。あ、開いた。マネキン、ダイモス用パック、ちょっと行動採掘用パック捨てるか。なんならレアではないもの捨てちゃうか。まだしばらく人に会えそうにないしな。この辺りはどうなんだろう。ちょっと全部確認してみよう。うん、同じヘルメットだわ。アルゴスエクストラクターのジャンプスーツ。体力と酸素プラス5。これ捨てる。よし。こんなところ、お、中央のボックス。レジェンダリー。マジか。いきなり押しすぎんか。クーラーボックス。そんなところかな。もう見落としてないよね。見落としだけが心配だわ。あれ絶対シャンプーだし。よし。レジェンダリー武器。ソルスティス。アーマーが低いほどダメージ増加。腐食性のダメージランダムに与える。低確率でターゲット凶暴化。なんかわからんけど。なんかわからんけど、強そう。ソルスティスばっかり。レアな。カテゴリーを手に入れてる。さて、ちょっと他にも寄り道はしたいけど、バッグがでかいわけじゃないから、メインに戻るか。フロンティア、戻る。船長、ロッジへ行くには、アルファケンタウリ星系にある惑星ジェミソンへジャンプして、ニューアトランティスという街へ着陸してください。ニューアトランティス。時期に全て慣れますよ。まずこの船内なんだけど、アイテムしまえるところとかあるんじゃないのかいと勝手に思ってるんだけど、しまえないかな。ロッカーあった。これ大丈夫だよね。ここにしまったら消えますよとか言わないよね。しまうよ。もう入らない。資源が結構重量食うからほとんどここにしまったけど、まさか消えはしないよな。ロッカーと書いてんだから。これなんだ？研究。あー、アイテムを作ると、拠点開発。あ、これフォールアウトと同じ拠点作れるってことかな。アホほど時間が没収されるやつだこれ。はいはい。ちょ、カクテルとかがなんでこういう異形バッグみたいな放送になってるんだ。あ、武器も作れる。あー、で、あ、なるほど。こういうのに鉱物が必要になるとか、ってやつか。唯一この二つ材料を持ってるから、できるな。バレルモジュール試しに。はい。はい。はいはいはい。よくわからんけど、完了した。あー、で、これで
2が発生したと。で、また、必要なスキル、エンジニアリング、これはおそらく、この辺りのどっかにあるんだろうな、技術とか。ちょっと時間のある時にゆっくり見よう。よし。頼むから消えないでくれよ、これ。アルファケンタウリ、ジェミソン。今、ナリオンってとこにいて。え？これが銀河マップ？シュレディ、65 45。銀河系があって、で、今おそらくこの、ナリオン系にいたのか、何なのかわかんないけど。はぁ、広すぎるな。ジャンプ。はい。これまた、ならず者。ああ、なるほど。ここはちゃんとした自治惑星ということでいいのかな。これわざわざもう接近する必要あんのかな。メニュー開いて。ニューアトランティス。着陸。よし。ここは、おお、人がたくさんいそうな惑星。ああ、待て。またプロトコルインディコだろう。よう、新しい船長さん。うちのクルーが船を見てやろうか。あと、貨物を下ろしたくなったら、貿易管理局のキオスクに立ち寄ってくれ。キオスク？ああ。船を修理したい。今どっかガタ来てるとこあったかな。きっと気に入るものがある。あー、船が売ってる。ベンダークレジットっていうのが見えんだけど、これもしかして全部7万2000クレジット。たげー。まあ言うて今はかっけ言うて今強力な船が欲しいわけでもないんだけど。はい。物を売りたいところ、物を売りたければどこがいい？うちのブースの隣で貿易管理局がキオスクを運営してる。キオスクね。何でも屋を探してるなら、ジェミソンマーケンタイルが一番近い。はい。ん？クルーを増やしたければ？まあ。商売は順調だ。用があるなら店にいるぞ。聞いてみる前に、まあ、自分で行ってみるこった。地表マップ。はいはい。ロッジに、これがメイン。これ、住民こっからいきなり撃ち始めて、ならず者になれんのかな。理不尽な攻撃を。ホテル&ショッピング。へえ、完全な自治惑星。あ、賞金がかかると多分えらいことになるんだろうな。警備隊事務所。おお。いやー、こんにちは。もしかして仕事のことで来たのか。懸賞金のことならあそこの警備員に聞くといい。仕事？パートタイムの警備員だ。フレックス制ってやつだよ。基本的には空いてる時間に働けてプレッシャーもない。最近のスケジュールには空きがある。メイシーは産休、ホセはシドニアに出向。
困ったことって重なって起きるもんさ。だからぜひ誰かにその穴を埋めてほしいんだ。興味あるかい？へえ。ちゃんころたくさんもらえるなら。さて、大事な質問からさせてもらう。経験は嘘ついたろう。へえ。じゃあ俺はガルバンクの CEO だ。なあ、生意気なやつは嫌いじゃないが、もし嘘をついているのがバレたら大変なことになるぞ。これで必要なことは全て聞けたはずだ。最初の任務はとても簡単だ。マストに行き、イージスでエージェントプラトンに合流してくれ。死角に荷物が放置されているから UC 警備隊に対処してほしいとのことだ。詳細は彼から聞いてくれ。お、マイキンかい？サブタスクだ。マスト？ほら、マストだよ。軍事、行政、科学の三位一体の町の中心にある巨大なビルだ。コロニー連合全体の中核部？もっとしっかり面接するべきだったか。質問があれば聞いてくれ。よし。あ、これ盗めるんだろうな。勧誘は禁止です。警備を呼びます。これ入ったら絶対敵対されるやつや。うわ、実際に捕まって牢屋とか行ってみて。ちょうどロッジに行くってメインタスクだから、サブタスクと並行できそうだけど、商業地区。こいつどこまでもついてくるな。え、これ、タスク、並行選択できないのか？できないな。マストの前にいるこの記者が見える。ニューアトランティストランジット、通称わからないけど、そこまで怒ると街転移機を移動できる。ああ、はいはいはい。マスト地区無料の輸送機関です。これに乗れば直接マスト地区まで行けます。